江沢民時代は良かったかのように報じるメディアの会。去る11月24日、中国新疆ウイグル自治区のウルムチ市で起こったマンション火災が、ロックダウンの影響で消防隊の出遅れを招き、公式見解では10人、ネット上の情報では44人の犠牲者が発生した。以来、中国全土で瞬く間に過酷なダイナミックゼロコロナに対する抗議運動が湧き上がり、一部の参加者はさらに自由を叫び、習近平氏と共産党体制を公然と否定する声を上げるなど、1989年の民主化運動以来の事態となっている。今般の運動を最も特徴づけているのは A4 サイズの白紙である。何も書かれていないように見えて、現在の貿易や体制の在り方そのものに対し異議を申し立て、そこに字を書き込み主張する権利、言論の自由を求めていることは明らかである。しかし中には具体的な主張が記されているものもある。とりわけ筆者としては、私は外部勢力、形骸勢力ではない、中国公民だという文言に注目したい。なぜならこの外部勢力という言葉は、去る11月30日に死去した江沢民元中国共産党以下中共総書記兼中国国家主席の時代以来、中国社会がなぜ一時繁栄し、しかし行き詰まっていったのかを考える上での重要な鍵だからである。江沢民死去に対する中国と日本の評価。民主化運動が64天安門事件によって弾圧された1989年から約15年間続いた江沢民時代、中国は活発な外交攻勢を通じて西側諸国との関係を再構築した。大胆に導入した外資や技術に豊富な国内労働力を結びつけて、史上稀に見る高速発展の時代が切り開かれた。そこで中国国内外の反応を観察してみると、少なくない人々が江沢民時代に感謝し、その死を悼んでいる。貧しくくすんだ風景が広がっていた90年代初頭までの中国は、瞬く間に華やかで活気あふれる世界に変わり、自分自身の努力と創意工夫で大いに発財し、現代化され豊かな生活を手にすることができたためであろう。一部の日本のメディアもこのような観点から江沢民氏について、中国発展の功労者、江沢民の時代は自由だった、中国の人々にとって良き時代を作った人などと表現している。習近平独裁に批判的なジャーナリストですら、江沢民氏の死を悼む中国人のツイートをリツイートすることで、江沢民時代は悪くなかったという評価をする向きもある。また89年の民主化運動が80年代前半に党総書記を務めた胡耀邦氏の死を契機としていたのと同じく、今般の運動も江沢民氏の死を契機に加速すると見る向きもある。しかしそもそも胡耀邦、張思楊時代の精神と江沢民時代の精神は真逆である。80年代は中国の改革開放の端緒にあたり、政治改革の必要性が明確に意識されていた時代であった。毛沢東が権威と権力を独占し、大躍進や文革といった政治的災禍とともに中国は極貧にあえいだことへの深い反省から、胡耀邦氏はまず政治的に迫害された人々の名誉回復や開かれた態度による少数民族との和解を進めた。胡耀邦氏は保守派によるブルジョア自由化反対や日本の中曽根康弘政権との親しさを理由に失脚したが、後任の張思楊氏も引き続き開明的な指導者として政治や社会の方向をめぐる当時の言論に対して寛容であった。インフレと党官僚の腐敗に手を打ち切れなかったことが民主化運動の導火線となったことは否めないが、80年代の中国はもちろん中共体制ゆえの様々な限界はあったものの、中華人民共和国史の中では相対的に自由な時代であった。しかし革命元老として80年代も中央軍事委員会主席の座にあり続けた鄧小平氏や、社会主義革命において政権は重厚から生まれることから、党権力を生み出す原動力としての
党の軍隊のトップこそが究極の最高権力者である。彼の信任を受けた江沢民氏は、89年の中国や東欧社会主義圏の混乱、そしてソ連のペレストロイカが91年にソ連崩壊へ至ったことの背後に、発展途上の社会主義国家の身の丈には合わない西側的な自由を見て取った。そして何といっても一時はソ連人、ユーゴスラビア人といった意識が広く共有されているように見えたはずの多民族連邦国家がバラバラに崩壊し、一部の地域では激しい民族対立に陥ったことに衝撃を受けた。外部勢力への4つの対抗。そこで江沢民時代の中共は、西側が経済的、文化的な魅力をいつの間にか社会主義国にも及ぼし、社会主義国家に対する人々の信念が損なわれるという和平延辺、平和的体制転換の陰謀に中国も直面していると決めつけ、外部勢力への対抗のため政治と経済の両面で手を打った。1.90 年代に増加した新疆での衝突は、イスラム原理主義や反トルコ主義、中央アジア独立の動きに影響を受けた東トルキスタン、恐怖主義、テロリズム、分裂主義分子の犯行であり、チベット仏教の活物の生まれ変わり児童選びにおける中国政府の主導権を否定する動きは、ダライラマ分裂主義分子の悪影響であるとみなし、これら外部勢力に従う人々を徹底的に弾圧する。 2. 愛国主義教育を徹底的に推進し、中国の発展の導き手は抗日戦争をはじめとした帝国主義列強の圧迫に対して一貫して抵抗してきた中共しかないことを知らしめる。とりわけ歴史教科書問題や政治家の靖国神社参拝など軍国主義を否定しない日本については、抗日ドラマや教育を通じて妖魔化し、新たな時代における抵抗と団結を図る。80年代から90年代前半にかけ、中国のテレビは日本コンテンツを盛んに流し、非常に親しまれていたが、愛国主義教育のもと一掃された。 3. 中間層が決して外部勢力の影響を受けないようにするには、彼らこそグローバルに製品力や商業力を競う時代における中共主導の経済発展の担い手であると自覚させ、かつその中で利益を受けさせる必要がある。そこで従来の中共、労働者と農民の前衛党という規定を中共、中国の先進性を代表する党へと大胆に改め、若く大量の大卒中間層を党員へと取り込むこととする。3つの代表論。 4. 中共の指導のもと、中国は高度な生産力を持つ社会主義社会となり、欲求に応じた分配のパラダイス、共産主義社会が近づいているという毛沢東時代の認識は非現実的であり、中国に数多の問題を引き起こし、民主化運動へと結びついてしまった。むしろ市場経済の発展を踏まえた真の生産力向上という資本主義段階と同じ過程を中共主導で実現する社会主義初級段階を長期間続けることで、真に国力を増進し、様々な格差や不平等を解消すれば、人々の党への批判も解消される。そこで経済発展のために必要な社会の安定を断固として担保する。イデオロギー的には中国の特色ある社会主義で、全党員人民を武装し、外部勢力の影響を排除する。徹底的な弾圧。要するに江沢民時代とは、中国への外部勢力の浸透に対し陰謀論的な警戒心を異常なほどまでに深めながら、一方では生産力振興に基づいて経済的な門戸を開いた時代であった。同時に政治思想面での差し障りを生じない範囲で、外界との社会文化的な往来について否定されず、中国の人々が国際的な活躍の舞台を広げた。中国のある一公民が、中共こそ中国の独立と発展のために責任を尽くしてきたという言説や、中国社会の主流な価値観に疑問を抱かないまま、大胆な経済開放の中で発財し、消費生活や大衆文化を謳歌するのであれば、江沢民時代は中国史上かつてなく自由であった。習近平時代の過酷な現実と比較して、あたかも江沢民という固有名詞が良き時代へと回帰していく変化のキーワードであると思うのも
ありえないことではない